600人に1人が被害に遭っているという数字は、サイバー犯罪の中でもかなり高い写真はイメージです。こんにちは。私はあなたの PC をハッキングしました。あなたがアダルトサイトを閲覧すると、PC のフロントカメラが起動。あなたの G 行為を撮影し、私はその記録を得ています。48時間以内にビットコインで550ドルを送ってください。送金されない場合は、家族や同僚にルフします。このような内容の脅迫メールを受け取る人が、今年9月以降に急増。実際にビットコインを送金する被害が多発している。情報セキュリティ会社のトレンドマイクロによると、10月末時点での被害額は約1240万円相当に上る。同社のセキュリティエヴァンジェリスト、岡本克幸氏がこう話す。この脅迫メールは7月頃から英語、アラビア語、ドイツ語、ハングルなどの外国語版が海外で拡散。日本語版は9月19日に最初の送信が確認され、10月末までに国内で8万通以上が拡散しました。メールはいずれもアダルトサイトの閲覧姿をルフされたくなければ、金銭を払え、という内容ですが、不正ファイルの添付や不正サイトへの誘導はない。つまり、ウイルスを仕掛けるなどではなく、純然たる、金銭目的の詐欺メールだと思われます。もちろん、ハッキングしたというのも、G 行為を撮影したというのも嘘。しかし、メール受信者の中に変、騙されてしまう人が続出している。9月中に送信された約3万通のメールのうち、攻撃者にビットコインが送金されたのは、約50件です。岡本氏。